富山地方鉄道海岸線とは、かつて、富山県北部の富山湾沿岸地帯において、不設を計画されていた富山地方鉄道の未成線である。富山地方鉄道海岸線は、主として、東岩瀬より海岸沿いに、浜、黒崎、水橋を経由して、め川に達する鉄道の路線として計画された未成線であり、1937年に、 富山地方鉄道の前身である富山電気鉄道が富岸鉄道を参加に収めたことを端緒として構想が練られ、最初の鉄道不設免許の申請は1940年8月31日に行われた。しかるに、この申請は戦時の交通統合に伴う富岸線の国有化によってうやむやとなり、1945年12月には、 具体的結論が出ぬまま免許申請書類は返礼となり立ち消えとなった。戦後も幾度にもわたって富山地方鉄道はこの路線の実現のため免許申請を行い沿線の各市町村においても海岸線不設促進規制同盟会を結成するなど海岸線実現のための運動が行われたが主事の困難のため行われた度重なる実施計画の変展によって 月日は流れ、次第にモータリゼーションの波が押し寄せて、富山地方鉄道の経営にも陰りが見え始めた。ここにおいて1973年6月19日、富山地方鉄道は鉄道不設免許廃止の認可申請を行うに至り、ついに道路線は未成線となったのである。 2014年の工事以前に中南川駅にあった3番線は、この海岸線のために建設されたものであったと言われている。この数値は、私鉄洋欄12月、日本法制資料出版社による。ただし、私鉄洋欄8月、電気車研究会には、電鉄富山西水橋間が1 2 9トル西水橋中南川間が3 8 9トルで、 合わせて 16.79km となっている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 富山地方鉄道株式会社編、富山地方鉄道50年史昭和58年3月、富山地方鉄道西本厚紙編、生駒27号富山地方鉄道。 1994年3月、大阪産業大学文化科、鉄道研究部、ABCDEFGH 草、タクト編、鉄道の記憶、平成18年2月、桂ツラ処方は18年5月25日、鉄道省国時代119号草、タクト、富山廃線機構、平成20年8月、桂ツラ処日本国有鉄道法の施行は当初、 昭和24年4月1日とされていたが、後に、これを6月1日と改めた AB と山県編、富山県市資料編にエット現代、昭和55年2月、富山県昭和33年優勝国時代271号6月11日、大倉省印刷局、ハト AB 昭和34年優勝国時代23号1月16日、大倉省印刷局、 ハト ABCD 浜黒崎郷土編さ委員会、浜黒崎の近現代史、平成12年9月、富山市浜黒崎自治新公会。ありがとうございます。